west of Tokyo, in the Kanagawa Prefecture. The small mountain town of Hakone, Japan, is known for its legendary hot springs. But it also gives its name to a special type of woodcraft, known as Hakone Yosegi Zaiku, a type of traditional Japanese marquetry. Thank you.
て割ってみると、まあ、こんな色鮮やかな色が何色もあって、まあ、それがすごく自然の色が綺麗で、なおかつそれをこう合わせるともっと綺麗なものだったり楽しいものだったりが生まれてくる。 He is Kiyotaka Tsuyuki, a Hakone Yosegi craftsman. 生まれた時から僕は Yosegi 細工があったので、 Kiyotaka is the youngest in a line of Yosegi craftsmen that goes back to his great-grandfather.He's the leader of the group of young Yosegi craftsmen called Zokibayashi, whose goal is to promote Yosegi through new ideas and exhibitions. 一つにはデザインを変える、アイテムを変えるっていう、そういった面の新しいものっていうのは生み出さなきゃいけないし、変えていかなきゃいけないと。In 2011, the group made an international push with a booth at the Maison et Objet trade fair in France.アート的な側面もすごくあっていいと思うんですよ。美術工芸品的なイメージって、寄せ木細工って幅広いので、で、いろんな可能性があるし、表現されていくのかなと思いますね。The attraction of Hakone Yosegi lies in its complex designs, but how are they produced? こちらにある木はもう一応乾燥し終えた木になります。で、ここにこういう状態で保管しておきまして、ここから加工に入ります。First, a traditional Japanese pattern needs to be chosen. Then the wood required to produce the pattern is selected. 今回はちょっとこの赤い木を、パドクという木なんですけども、でまずこの板状のものをカットして小さ、これでどんどん小さくしていく作業になります。Each piece of wood is cut into smaller and smaller pieces until they are small enough to use in the pattern. 薄くした木をですね、さらに細かいパーツに、こういう状態なんですけど、細かいパーツに割っていきます。 This pattern requires diagonal lines, so the wood is cut by tilting the electric saw at an angle.Once the white wood has been cut, the Yosegi is ready to be designed. この後、こういう状態に色の違う木を2つ合わせるんですけども、型にはめて一本一本削って同じ大きさに整えていきます。カンナが一番僕は難しいと思いますね。なかなか、なんて言うんでしょう。刃物の研ぎと台の調節ですね。いかに正確に早くやるかっていう。次の工程なんですけども、この後一本一本削って同じ大きさになったパーツを今度接着をして模様を作っていきます。As each piece gets smooth and glued, they slowly start to form a bigger pattern piece.Pattern piece made in this way is called Tanegi. Other pattern pieces are then made in the same way and combined into a pattern in a process called Oyose. レイアウトした模様がこちらになります。これは一つの模様なんですけども、まあ、このようにもっと大きくもできますし、さらにこの倍の大きさもできますし、模様によってこうある程度大きさを使い分けます。先ほど大寄せをした種木をこれからカンナを使って薄いシート状にします。これが寄せ木細工のズクになります。A material known as zuku is less than a millimeter thick. The zuku is then pasted on a piece of woodwork in a process called zuku hari.
先ほど見ていただいたのがズクなんですけども、寄せ木細工大きく分けてもう一種類ありまして、この状態のこのブロックの状態で加工したものを掘り出して小箱になります。 Carving a Yosegi block in this way instead of shaving it is called mukuzukuri。 Yosegi 細工に関してはいわゆる伝統的な柄を同じようにこれをずっと作り続けることが伝統を守ることでは決してなくて、やっぱその素材をちゃんと生かして技法を守ってものづくりの考え方は、まあ、それぞれ違いますけど、そういう人にちゃんと持って、作って生み出していく。 This gallery in Odawara is displaying Hakone Yosegi items that Kiyotaka made with an eye on contemporary trends and styles。 僕の作品になるんですけども、こちら見ていただくと模案が2つあると思うんですけども、こちら Yosegi の抹茶碗になります。 Yosegi 細工っていうと幾何学模様の繰り返しなので、それはすごく綺麗なんですけども、動きがないように見えたりする場合もあるので、これだと線の大きさを変えることによって、全体で動きがあるようなデザインに見せてます。この円という、作品なんですけども、実はその抹茶碗の発展形でして、お皿に対して斜めに白い線が円形で出るとすごく綺麗なんじゃないかと思って作った作品です。3つ並べた時に、こう動きがあるようなイメージですね。By creating new forms of Yosegi, Kiyotaka hopes he and his colleagues can help preserve the crafts that they practice. まあ、ものづくりってなかなかこういう時代ですと、本当に食べれないというか、昔みたいに職人さんが育つ環境っていうのはすごく減ってると思うんですね。やれることはやって、自分たちで楽しく、なんとかその仕事ができるような環境を作るっていうのは、すごく大事なことなのかなと思いますね。寄せ木細工やっぱり綺麗だったり、模様の緻密さだったり、色の素材の美しさだったり、デザインだったり、またちょっと身につけてもらって、生活の一部で使ってもらえるようなものだったり、美術工芸品だったりして、ちょっと見て楽しんでいただくもの、すごく幅広くて、それがなんか自然とこう好きだったりとか、持ってて嬉しいだったりとか、そういうことにつながるものだと思うので、それがいいものとして残って、なおかつ使われていけば、最終的にはそれが伝統をつなげることになるんじゃないかなと思って、ものづくりに取り組んでいます。